こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。最終的かつ不可逆的な解決を確認した合意をしたにもかかわらず、韓国国家情報院長が訪日しているようです。何を議論する必要があるのでしょうか。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国国家情報院のパク・チウォン委員長が韓日対立懸案議論に向け日本を訪問していることが分かった。韓国日報が伝えたところによると、パク委員長は8日午前に成田国際空港で両国関係者の案内と警護の中で入国し、すぐに空港前に待機していた車に乗り込んだ。パク委員長の訪日は韓日関係が冷え込む局面が続く中で、菅義偉首相就任後の韓国政府高官の初めての訪日という点で注目される。パク委員長は自民党の二階俊博幹事長、内閣調査室の滝沢博明内閣情報官らと強制動員賠償問題、日本の輸出規制強化問題などを議論する予定だという。パク委員長が訪日期間中に菅首相を表敬訪問するかにも関心が集まっている。パク委員長の訪日に続き、韓日議員連盟のキム・ジンピョ会長ら議員連盟所属の与野党議員7人も12日に日本を訪れる。訪日団は日本側パートナーである日韓議員連盟と会合する予定だ。韓日議員連盟側は菅首相との面談を希望しているが、実現するかは不透明だという。それではネットの反応です。票を得るためにいつも先導した反日感情をムン・ジェイン一味が自ら崩壊させている。ユニクロに並んで日本のビールを飲む人に対して悪口を言った行為に対して謝罪の一言もなく適当に済ます。我が国は属国か、新任首相にご機嫌を伺いに行くのか。政府は票のためのショーで韓日関係を悪化させて国に途方もない損害を負わせた代価を払わなければならない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。